はい、今日はですね、スーパーカブのタイヤをどこまで太いのが入るかちょっとやってみました。今つけてるのが、ちょっとね実験的にやってるんで、90-80-17っていうタイヤを使ってます。フロントに関してはちょっと映るか映らないか、この内側がストロークした時にここのタイヤの肩に当たってしまうんで、ここは削りました。削ったら問題なく入りました。ここなんだけど暗くて映らんな。ここ、うん、見えませんね。この内側を削ってます。でリア側なんですが、リアもは、タイヤサイズが前と一緒で90-80-17っていうのを履かせてます。で一番懸念してたのはここのクリアランスなんですけど、これちょっと映んねえな、ちょっと待って、ここの要はあのリアドラムの位置決めをしてるトルクロットのところが、ここが一番気になってたんですけど、どうだろう、1センチぐらい余裕はあるんで100ぐらいまでは入るのかなとは思ってはいるんですけど、フェンダー内は全然問題なさそうなんで、ただもうここのクリアランスもう結構もうギリギリですね。よいしょ、ここパッと見た感じでいくとやっぱ太いとちょっとかっこいいですよね。前から見た感じはこんな感じです。後ろから見た感じはこんな感じです。